NHK 7時のニュースです。スクープをお知らせします。弊社の政治部の岩田明子が政治部をクビになりました。岩田は安倍晋三の取り巻きでしたが、そのすり寄りと言いますか、へつらいと言いますか、菅首相の怒りを買っていたのです。安倍晋三は一連の国会侮辱罪と国民反逆罪の捜査が行われていました。先日 NHK に検事総長の林真琴氏がインタビューされていましたね。並々ならぬ検事総長の逮捕の殺気を感じた国民が多いですよね。まあ、今日はここまでにしましょう。また面白い裏話聞かせましょう。今日は岩田明子が北朝鮮の NHK とアナウンサー交流会を行った時の映像を見ておいてくださいね。日本 NHK は安倍閣下の下で北朝鮮と技能提携をしたのであります。えへん。本日は提携を記念し、北朝鮮の李春飛閣下よりご挨拶があります。朝鮮民主主義人民共和国軍武器연구소상명대륙간탄도탄장착용초소탄시험에서완전상능이조선이끄는힘오후세대다인민의운명을한몸에안고우리가바라는분갈이니서모두다벗겨주십군인민한김정은동지밖에모른다예대한김정은동지